朝日展望台から見た小樽市中心市街地小樽市は、北海道中部に位置し、シリベ市総合振興局に属する唯一の市。保健所政令市に指定されている。小樽運が古くから北海道有数の港湾都市として発展してきた。札幌市から約 40km の距離にあり、道路交通網では、国道5号と、札村自動車道により、約1時間で結ばれている。 鉄道では、函館本線札幌駅から約30分、新千歳空港から約70分の所要時間になっている。これに加えて、札幌駅と小樽駅を結ぶ高速場、市内に100店舗以上を構える寿司の街として知られることなどから、観光都市としても人気が高く、毎年700万人以上の観光客が訪れている。市町村の魅力度ランキング調査では、 トップ10にランクインする都市になっている。小樽の地名はアイヌ語の小田を内に由来しているが、この言葉は現在の小樽市中心部を指したものではなく、小樽市と札幌市の境界を流れる星沖側の下流、小樽内川を示していた。河口に、まさ藩によって小樽内場所が開かれたが、当期に季節風をまともに受ける地性であるため不便な点が多かった。 そこで、風を避けられて、船の経流に適当な現在の小樽市中心部となる、クったウに移転した。移転後も小樽内場所の故障は引き続き使用し、クッタる市が、小樽内と地名を変えることになった。このほか、現在の小樽市域には、おふるパツ河合聖の高島場所、潮屋勢のおしょろ場所も開かれており、これらの場所は後に、小樽郡、高島郡、おしょろ軍になっている。 また、これらの場所と都東国や江戸違いの間には、北前船の航路が開かれていた。北海道尻部市地方の東側に位置し、シャコタン半島から湾曲した石狩湾の懐にある。東西が約3 6トル、南北が約2 0トルあり、市街地の一方が日本海に面して、他の三方が山々に囲まれた坂の多い町になっている。海岸線は、 約6 9トルあり、中央には天然の良港である小樽港があり、地域西側の海岸は、ニセコシャコタゴタル海岸国定公園に指定されている。産地、編集主な山河川、編集主な川湖省、編集主な湖主な池海岸、編集主な海岸主な三崎島,島,島所、編集主な島海洋性気候で夏は海陸風が目立ち。 冬の季節風は北海道製方としては比較的弱くなっている。欠片の気候区分においては岩帯湿潤気候になっている。一年を通して気温の格差も小さく比較的温暖な気候である。暖候期の4.5月はフェーン現象により空気が乾燥して火災が発生しやすくなる。また春から初夏にかけて新気楼が発生しやすい時期であり。 高島お化けと呼ばれている。7月下旬頃から本格的な夏となり、8月頃から雨量が多くなる。観光期になると南西の風が吹き離岸風となる。日本海が淡気候の変化を示し、12月から2月にかけて曇りや雪の日が多くなる。積雪量は北海道をうちで比較的多い方であり、継続日数は130日に及ぶ。 小樽港の潮汐の緩慢さは小さいが、北寄りの風が強まると波が高くなる。港内外とも欠票することはなく、濃霧も稀である。小樽市の人口は記録のある明治元年の2230人から始まり、1964年9月末の住民基本台帳人口で207,093人の最大値を記録した後は減少が続き、 2015年3月末の住民基本台帳人口は12万4122人となり、この50年間で8万人を超える人口が減少している。近年は市外転出による社会減少のみならず死亡数の増加と出生数の減少による自然減少が拡大している。消滅集落編集2015年国勢調査によれば以下の集落は 調査時点で人口霊人の消滅集落となっている。シリベシ総合振興局石狩振興局今村、三部、小樽港の図小樽市は、北海道では古い歴史を有しており、慶長年間には、正木藩の商い場が置かれていたとしている。明治になり、江戸地を北海道と改めて本府を札幌に定めると、海の玄関口である小樽に人や物が集まるようになった。 1880年には北海道うち初となる鉄道がテミ札幌間に開通し、小樽港は道内各地への開拓民の上陸や物資陸揚げの港となり、昭和初期にかけて金融機関や船舶会社、商社などが進出して北海道経済の中心都市として発展した。戦後、シン量の不良やカラフトの喪失、石炭需要の減少、 道内田都市の港湾施設整備などによって、おろし省が衰退し、札幌市が北海道の中心都市として発展すると、小樽市は衰退の一途をたどるようになる。運河論争を機に、明治後期から昭和初期にかけての歴史的建造物を観光資源として見直し、観光都市として脚光を浴びるようになった。小樽市の歩み、参照、小樽港遠隔も参照役所、 編集市長、編集市議会、編集詳細は、小樽市議会を、参照本会議員会会派、別市議会議員同議会、編集詳細は、北海道議会を、参照北海道議会議員衆議院、編集小樽市民検証1、健康で働き、心豊かな楽しみ、に、自然を愛し、港も町もきれいにしましょう。3、決まりを守り、明るい町を作りましょう。 4. 大のものを大切にする、良い風習を育てましょう。5. お互いに真心を尽くし、温かい社会を作りましょう。6. 時代を担う、子供の未来に、夢と誇りを持たせましょう。7. 郷土オタルを愛し、高い文化を築きましょう。昭和四十年八月一日、制定オタル市発裸、長寿検証私たちオタル市民は、高齢者の人としての尊厳を大切にし、 基本的人権を尊重します。私たちの社会を築いてこられた高齢者に感謝し、敬愛の気持ちを忘れません。高齢を迎えても快適にはつらつと生活できる環境を整えます。高齢者が個性と能力を発揮して社会に貢献できる仕組みを作ります。高齢者の経験と若者の可能性とが世代を超えて結びつく社会を目指します。高齢者が 発達とした心身を維持できるような施設や企画を提供します。高齢者が健康で安心して暮らせる仕組みを目指します。平成10年9月15日制定都市宣言、無臭俳優便局を除く。海外、編集姉妹都市国内、編集提携都市その他廃止された、外国交換、編集放送局、編集テレビラジオ新聞社、編集インターネット新聞社電機、 編集ガス、編集オタル消化大学国立オタル会場技術、学校国立研究施設私立私立、国立同立私立私立私立,私立、私立一覧オタル公石狩湾、新興産業別就業者の割合は、第3次産業が最も多く、ついで第2次産業、第1次産業となっている。産業を置いたる異別の事業所数、従業者数ではもに、卸売業、小売業が、 最も多く事業所数では宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、従業員数では医療、福祉、製造業の順に多くなっており、卸売業、小売業、建設業、製造業で市内企業数全体の66.7%になっている。小樽港は外国貿易港として開港以来100年以上、ところが 人口減少や北海道経済の低迷、太平洋側への産業、物流拠点の移行などにより、厳しい状況が続いている。近年は、日本国内外のクルーズ客船が寄港しており、国際交流の場としての活用が求められている。石狩湾振興は、石狩市にまたいてあり、流通港湾として整備が進められてきた。近年は、エネルギー基地やリサイクル資源の集積拠点としての、 整備が進んでいる。ショッピングセンタースーパーマーケット、市場銀行共同組織金融機関宅配便、小樽駅北海道中央バス、小樽ターミナル、小樽駅前から見た、中央通り日銀通り、北海道道17号小樽高線、北海道新幹線の札幌方面延伸時には、新小樽駅が開業する予定である。 北海道旅客鉄道をたる運転所配線となった路線人力、高速道路、編集国道、編集道道、編集航路、編集フェリー観光線、小樽市の文化財参照国指定、編集道指定、編集市指定、編集国登録、編集小樽市指定歴史的建造物詳細は、小樽市指定歴史的建造物を参照小樽パック。 八景百戦その他中心部エリア宿屈エリア小樽、実行エリア朝里川温泉エリアその他エリア、小樽市は水産加工品はじめ菓子や種類など食品関連製造業が多くあるほかガラスなどの工芸品も有名になっている。小樽市では地場産品の普及や振興を通じて地域経済の活性化を図ることを目的に小樽ブランド普及事業を実施している。 ご当地グルメとしては、小樽市内又は、近隣の飲食店で提供している五目、あんかけ焼きそばを指す小樽あんかけ焼きそばがある。グルメ工芸品小樽市、小樽観光協会、小樽商工会議所、小樽青年会議所などによる、小樽フィルムコミッションがあり、ロケーション撮影を支援している。カテゴリー、小樽市を舞台とした作品も参照。カテゴリー、 小樽氏を舞台とした小説も参照太字は小樽、触れ合い観光大使政治行政放送経済社会、活動学術文化芸能ポピュー。左から、K 点35メートル、55メートル、45メートル、その他太字は小樽、触れ合い観光大使政治、経済学術、文化芸能スポーツその他政治、経済学術、文化芸能、 ポピュラー音楽スポーツその他行政産業観光。ありがとうございます。